皆さんおはようございます。柳でございます。ヤマハらしさとは、独創的コンセプトを提案する、卓越した技術を実現する、洗練された躍動美をデザインするという3つの目標にチャレンジし続けることです。今日2014年第3の移動体リーニングマルチホイールトリシティを提案いたします。今までにない走りの驚き楽しさを作り出す軽快感と安定感、それらを実現するための独自技術です。ここでトリシティのお客様をイメージしたシーンを紹介いたします。二輪車のお客様はもちろん、これまで二輪車経験のなかったお客様も楽しく手軽に快適に、そして豊かな生活を演出する道具として使っていただける商品でございます。ヤマハの提供する LMW の世界は広がっていきます。ユーティリティからスポーツへ、コミューターからレジャーへ、幅広いラインナップで新しい市場を作り出していきます。そしてアジアからグローバル市場へ、2017年10万台の販売をイメージしています。抜群で、すごいカーブとかもやっぱスムーズにいっていたので、これ実際自分が操縦したらすごい気持ちいいんだろうなって。トリシティに乗るなら前と後ろどちらがいいと思いますか？トリシティに乗るんだったら前です。運転して誰か乗せたいですね。ヤマハ